皆さん、こんにちは、えー。週刊手帳術の著者、海野隆です。えっ、ー、と、今日の、まあ、雑貫はですね、まあ、ちょっと締め切りという話をしたいと思うんですけども、まあ、あの、<laughs> と当然あの、締め切りという話は皆さんご存知の話ではある、話というか単語ではあるんですけども、あの、まあ、私がこう、締め切りに対してどう思ってるかみたいな、 話をちょっとまた改めてするんですけども、あのー、まあ、本よ読んでいただいた方は、まあ結構知ってたりもすると思うんですけど、私はあまりこう締め切り管理みたいなことをしていなくて、まあ、納期管理みたいなものをしていますというところ、まあまあ、あのー、話の結論は <laughs> 納期管理だろうみたいな話になると思うんですけども、あのー、要はですね、あのー、まあまあ、あの、自分の身の回りですよ、あのー、 まあ、それをどういうふうに皆さんが捉えてるかっていうと、や、まあ、は締め切りに追わ,追われてますという、そんな状態になっていて、でえー、とじゃあ、な、ま、ん、あ、で追われてるかっていうのは、私はもうちょっとすみません、あの納期管理して,るしていて、まあ、締め切り管理っていうところからは、ちょっと、まあ、解放されてるに近いような状態なんで、偉そうに言っちゃいますけども、結局、えー、締め切りが例えば、まあ、3日後だったとしたら、じゃあ皆さんどうしますかって言ったときに、 あの3日までに <laughs> やればいいんでしょって話に大概の人はなってえ、まあ、ちょっとその知恵をつけてなんかこういろ,いろんな本を読んだりするとじゃあその締め切りよりも、まあ、1日だの何日だのっていう前倒しをしますみたいな話だったりもするんですけどもあの、まあ、私はそ,そこを、えー、さらに、えー、違う考えを持っていて今日聞いたんだからじゃあいつできるの で、それが今日だったら今日だし、えー、まあ今日はさすがにもう予定が決まっちゃってるから、じゃあ明日だねとかっていうとこだったら明日やればいいっていうふうに思っちゃいますというところなんで、あんまりこう、3日後の締め切りだからどうこうっていう話ではなくて、えっと、3日の猶予があって、どこにそれをやれ,やれば、まあ一番早く終われるかなっていうところを考えているので、あの、まあ あのー、残念ながらそれは締め切りという、えー、考えでもなければ、締め切りの何日前倒しみたいな、そういう考え方でもありませんと。で、まあ、あのこれな、なんでかっていう話をすると、あのー、じゃあ、その1日前倒しの日にやろうとしてましたって言ったときに、ちょっと調子悪くなりました。まあ今、ね、今、コロナ禍とかってもあるんで、要はちょっとそのから、体が急に。 おかしくなったみたいなこともありうるしと思うから、やっぱりそこって、あのそうなってもいい表にするにはどうしたらいいかっていう、その締め切りの前倒しのさらに、えー、それがダメだったときみたいなことを考えると、まあ、あの残念ながらこう過去に遡るしかないっていう話になってくるんですね。なのであので私自身はその 何かこう締め切りの仕事を与えられたら、締め切りがいつですかっていうのは聞きますけども、あの、形状ね、<laughs> 形状聞くんだけど、ただ、あの、あ、まあ3日後なのでって <laughs>、ちょっと頭の中ですぐ思い浮かべるものの、でも、ああ、明日できそうかなとか、今日ちょっとやっちゃおうかなとかっていうふうに思って、まあそれをこう対応するようにしてしまっているので、まあ、あの、これをずっと ずっと繰り返しているとか、まあ、習慣的に繰り返していくと、最終的に、まあ、締め切りなんていうものには、なんか、まあ、トントンと絵がありませんみたいな、そんな状態になります。ただ、あの、私自身も100%そうなってるわけじゃなくて、やっぱりその、今日、今日、締め切りなんですけど、みたいな話を急に振られることもあるんで、あもう、しょうがねえな、みたいな感じでやるときもあるんですけども、やっぱりそれって、えー、それがこうい、いくつ少なくできるかというか、 まあそ,のまあ、それならそれでいいんでしょうけど、最終的に言うと、あの時やっておけばよかったなみたいな、そうならないようにするにはどうしたらいいかっていうと、もう本当にあのやれる時にすぐに手をつけますみたいな、手をつける、うん、そうですね、手をつけるのがいつなのかというところを、まあ、あの考えて、えー、行動しないと、まああの、こういうご時世なので締め切りに追われるということに。 ななっっててしまうかなって、まあ、だからその一個、1個ぐらいいいやとかっていう油断が結果的に言うと、まあ、これもこれも、あれもそれもドド、しょうがないなみたいな話になって、結果的にこう、まあ、毎日毎日締め切りに追われてるみたいな。まあ、結果的に私ど、どうなってるかっていうと、まあ多分その、たぶん、3日とかっていうのがまあ、ね、基本的にこう、 いくらなんでも誰かに物を頼もうとしてるときに何かこう余裕ぐらい持たせてくれよという話になるから大概こう、ね、2、3日っていう余裕があると思うんですけども結局私その、えー、2、3日っていう余裕皆さんがこうもうこ今日が締め切りなんで今日や,やりますっていう話を結果的に言うと2、3日前にやってるみたいなそんな感覚に近くなるんです。 まあ結局やってる時間変わらなかったりとか、切羽詰待っててえ3時間でやんなきゃいけないものを2時間でやんなきゃいけないとかっていう、そういうことになるぐらいだったら、もうちょっと前にやって、要はちゃんとその行動できる、情報が入ってきたときに、いつにやるのが一番いいのかというところをこう選定して、それでやっておかないと、だからそもそもあの普通の人だと、 今日の締め切りがあるから、明日の締め切りがあるから、明後日の締め切りがあるから、結局最終的にはその締め切りって言われた日にやっちゃうみたいな、そんなことになりかねないから、まあ、それをこうあの、最初の段階は、ね、やっぱり前倒しって話になるんでしょうけど、だんだんその納の期っていう管理の仕方をこうあ頭の中にというか、まあ、結果的に言うと習慣だからあの体で覚えてみたいなところで習慣化していかないと、まあ、いつまで経っても締め切りに追われますよと。 いうこととになると思います、まあ、これどこで解消するのっていう話なんですけどもまあ私はその手っ取り早い方法だとしたらもうごめんなさいなんですけど一回こう休日を返上して、まあ、そこでこう取り返しておいてまあそこからあのもう締め切りには絶対終われないぞという、まあ、そういう,こう決断をしてやっていけばまあそんなにこう何てうんですかね何年も 立たななないいいとと習慣化でできないとかっててう話ではなくて単純に2日後にやろうとしてた仕事をそのまあ一回ちょっと我慢して休日を返上してしまえばまあまあ完璧とは言いませんけどもあのそこで一旦と取り戻せさえすればあとはそれをずっと守り続けてはいいでまああの一回だけ土日を使うかも土日とか休日使うかもしれないですけど あとのところはその納期管理っていうのをしっかりしていれば、まあ、いけるんじゃないかなというふうに思いますということです。まあ、ち,ょちょっとしたことというかそんなになんかこうあの経験則というかあの実績積まないとできないっていう話ではないしあの手軽にとは決して言いませんけどもあのそんなにあのテクニックを要するものじゃない、まあ、結果的に言うと力技なんですけども。 まあそれさえ一回やってしまえば、あとは何とかなるんじゃないかなというふうに思います。ということで、締め切りというお話をさせていただきました。えー、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運たかしがお送りしました。それでは。